鈴木清信2月5日から1942年10月26日は日本の海軍軍人。第二次世界大戦中には日本海軍航空隊に所属する撃墜王の一人としてその名を知られた。公式の撃墜記録は9機最終階級は1飛走死後特進で飛走長。1933年海兵団に入団、機関兵となる。 1935年2月、第28期操縦練習生となる。同期生に、キリマ松を。8月卒業し、戦闘機搭乗員となる。大村海軍航空隊を経て、かのや空に転じ、日中戦争を迎える。台北に進出し、1937年10月末には、第13航空隊に配属され、上海港大飛行場に配置された。十二月二日、 南京空襲に参加。南郷茂正員の艦船隊の2小隊3番機として参加し、ソ連空軍士官隊の I-1620 機と、交戦2機を報告。部隊勘定を授与される。翌1938年2月25日、南昌爆撃の96式陸上攻撃機35機編隊の援護任務で出撃。戦闘機隊第一中隊指揮官。 タグマシゲオ隊員の2番機となる。迎撃に上がった、中ソ連王部隊の I-15、I-1630 機余りと交戦し、I-151 機を撃墜したが、被弾守備機上腕部貫通の負傷、また、タグマ隊員が未帰還になる。3月、立候隊改編のため、第12航空隊に転ずる。移行数度の空戦に参加し、歌手間では、 異例の高呼吸禁止勲章を授与されるが、この間の個人戦果は不明。9月に本土に帰還し、再帰海軍航空隊、大村海軍航空隊共官。1941年10月、空母、加賀関西部隊となり、12月8日の新自湾攻撃には、第二次攻撃隊制空隊の招待長として参加。 飛行場を銃撃したが、爆炎のため戦火は確認できなかった。ダーウィン攻撃参加後、17年6月のミッドウェイ海戦に参加、5日朝のミッドウェイ島、攻撃隊制空隊の一員として、中隊強度を12機撃墜を報告。その後も2度にわたり母艦の上にあたり、小隊強度で雷撃機、爆撃機合計14機を撃墜するも、 加賀が撃沈したため夕方富士着水して、駆逐艦、萩風に救助された。本土機関を空母、巡洋艦載部隊の一員となる。1942年10月26日、参加した南太平洋海戦にて、第二次攻撃隊の名を得として、米空母攻撃に向かったまま未機関となり、選手認定された。ありがとうございます。